こんばんゆかにゃ、こんばんゆかにゃ。毎週楽しく聞いています。さて、ジュースジュース、宮本かりんちゃんの卒業がいよいよ近づいてきましたね。そこで同じジュースジュースのオリジナルメンバーでもあるゆかにゃに聞きたいベスト3は、かりんちゃんとの印象に残っている思い出ベスト3です。楽しかった思い出でも、ブチ切れた思い出でも、ドン引きした思い出でも、何でもいいので、よろしくお願いします。ということで。あー、そうですね。もう、かりんの卒業がすぐそこ、ということなんですけれども、かりんはこの先も、ね、歌ってくれるだろうし、ね、元気な姿を見せてくれるので、笑顔で私も送り出せたらいいな、なんて思っていますが、そんなかりんとの印象に残っている思い出、ベスト3に対する私のベスト3はこちら。第3位はかりんとデートした日。第2位はかりんの家に行った日。第1位は毎日。はい、ということでですね、まず振り返りますと、第3位かりんとデートした日と言ったんですけれども、かりんとの思い出ってまあたくさんあるんですよね。だからどれ話していいかなんかちょっと全然わからなくて、ウェブで宮崎ゆか宮本かりんって調べたら、かりんとあのね、中野を散策するみたいな、まあこれお仕事だったんですけれども、その動画が出てきて、その中で爬虫類カフェに行ったんですよね。で、爬虫類カフェって、まあ、イグアナがいたりとか、あとは、ヘビとかがいたりとかして、私は多分そこまで怖がり、そういう、なんだろう、爬虫類とか怖がりなわけじゃないんですけれども、それにも、なんだろうな、まして、カリンが、すごい強いんですよね。で、すっごくイグアナと仲良く遊んでいた、その、さっきね、映像をチラッと見て、あ、懐かしいなと思って、第3位に選ばせていただいたんですけれども、カリンって本当に強くて、まあ、楽屋とかに、虫が出たりとかする時もあったんですね。まあ、会場によっては。で、その時、私も別に虫とか全然怖くないタイプなんですけれども、それよりもなんかカリンはなんか多分、その自分が虫に強いってことが嬉しくて、率先して虫を追い払ってくれるんですよ。だから、なんか、私は別に怖くないけど、まあ、カリンがやってくれるからいいかと思って、カリンがね、いつも楽屋の虫退治をしてくれてて、本当にありがたい存在だったなって思いますね。まあ、とりあえず3位はこんな感じにしとこうかな。うん。そして第2位はですね、カリンの家に行った日。と言ったんですけれども、カリンが、まあ、ジュースジュースの活動を少しお休みしてた時期がありまして、で、その時に、まあ、長らくカリンに会ってなかったんですね。どれくらいだったんだろうな、期間で言うと。2週間もうちょっとあったのかな。で、カリンに、のお家に行ってもいい?って聞いたら、あ、来てくれるの?みたいな感じだったから、遊びに行ったんですよ。かりんに改めて会った時、なんか本当にかりんって可愛いなっていうのを実感した日だったんですね。かりんってなんか私が可愛いね、かりんちゃんって言うとなんかバカにしてるだろみたいな感じでよくステージでも言ってたんですけれども、それをかりんが大人になっていくにつれ、諦めたのかもしれないけど、もしかしたら受け入れるようになってくれたのもこの辺だったのかなって私は思っているので、まあ大切な日だったのかななんて思っておりますね。はい。そして第1位は、毎日と言ったんですけれども、私がジュースジュースを卒業してから、多分、一番と言っていいぐらい、なんか、連絡をなぜか取ってたんですよ。で、かりんのいいところって、なんかいつ送っても爆速で返信くれるんですよ。え、ずっと待ってる ?LINE の返事ってぐらい、なんかすごい返信早くて、だから私もね、そのかりんに負けないようにたくさん返信を早めに返してたんですけれども、なんか思い出ありますか?とか、そういう、まあ、ね、質問もね、あるんですけれども、難しい。なんか常に本当に毎日思い出っていうか、なんか、そのオリジナルメンバー、
あの折り面って私たちは言ってるんですけれども、折り面で割と最近もあったんですけれども、あのその時とかもかりんってすごい一番変わったよねって話もよくしてて、まあ仲良くあのいい仲間になれてすごい良かったなって思いますね。そんなかりんがね、12月10日に卒業するということですが、いやー、まあ寂しい気持ちがないかって言われたらそうではなくて、やっぱりちょっとジュースジュースのかりんっていう存在をねもっと見てたかった気持ちもあるから、ちょっと寂しい気持ちもあるけど、これからのかりんに期待ということで、はい、これからもみんなで仲良く、はい、過ごしていけたらいいんじゃないかなって思います。